攻略方法で悩んでたんだけど、まさかこんな方法があっただなんてな。コメント欄で見つけちゃいました。さあこれが終われば、チビはライオンと島だけだった気がする。新しい壁役も入手したし、ライオンいけると思うぜ。時間がかかったため倍速します。壁はラーメン堂だけでいいそうですが、念のため妙王を入れました。研究力小2個と攻撃力小1個、壁になるラーメンのレベルは50。コメントには40あればいけるそうなのですが、まあ用心に越したことはないでしょう。主な攻撃はムートを使うそうで、ゴリラが出てきたらパーフェクトを出すそうです。でもお金が貯まりやすいので、みんな入れてもいいんじゃね。って思って攻撃力を上げました。実際使えると思うか。チビドラゴンの育成が進んでないから、みんなの方が使いやすいのではないかと。今回ウルルン入れてこなかったな。鈴木さんに近づくとかどうとかで、危険と判断して入れませんでした。しかしこんなにも簡単な攻略方法があったなんて、調べてみないとわからないことばかりだな。次の攻略に備えて、一応確認した方がいいかもしれないね。使うのは5枠だから、操作もそんなに負担にならないな。疲れてる身としてはありがたいです。お金の心配もなく、どんどん貯まるから、出したい時に出せる安心感はいいよね。まあそれでもムートがやられる時はあるんだがな。壁はしっかりしているのに不思議だよね。しかしごくむず共通で言えることだが、どうしてこんなに体力高いんだ。時間ばかりかかってどうにもならないじゃないか。それは結社 P に言ってもらわないと、私たちではどうにもならないよ。何はともかく面倒な攻略だな。リリース当初はムートの攻撃さえ早く感じてたけど、今となってはもうちょっと早くならないか不満があるよね。だがこの攻略においては、いなきゃ話にならないから我慢するしかないんだよな。今後リリースされるであろう制限ステージを、攻略するためにも新キャラは欲しいところかな。だったらニャンコと登る以外ではないぜ。ガチャ運にばかり頼ってても限界はあるかな。あと経験値を速攻でたくさん集めたいんだけど、そんな都合のいいイベントは、しばらく来ないだろうから。まああるもので我慢だな。ガチャの初回半額がいつ来てもいいように、猫缶結構貯めました。未来編もまだ達成してないところを残してるので、いざとなったらそこから集めます。結構お宝揃ってるから、速攻は楽勝だな。ただ統率力を結構無駄にするんだけどね。エキストラキャラの上限を上げて、制限に備えておくのもいいかもしれないね。しかし本当に長丁場だな。海岸の関空より時間がかからないから文句は言えないんだよね。あれは文字通り化け物だからな。まあ時間がかかるだけで、特別何かしなきゃいけないってことはないから、優しいと言えば優しいのかな。さてムートの攻撃ペースでは鈴木さんに勝てないから、ラーメンの力に頼ることになるよね。数が揃ったら勢いがすごいからな。レアの中ではお気に入りだよ。単体攻撃だけど、それなりに攻撃力が高く、ノックバック1、天使に対して打たれ強いという特性。さすがの鈴木さんもお手上げです。強いて弱点を言うなら、大豆アレルギー。ほとんど意味ないじゃねえか。これで猫感がまた増えたね。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。サブ端末がどんどん強くなっていきます。無課金でも十分な成果は出せるものだな。